重箱に詰めた、おにしめにしめとは、煮物料理の一つ。日本の代表的な家庭料理の一つでもある。根菜類や、芋類、こんにゃく、昆布、油揚げなどを甘辛く煮たものをこう呼ぶことが多いが、煮しめにされる具材はその地方や季節で様々であり、鶏肉をはじめとする肉類、ちくわやかまぼこなどの水産練り製品、地域によっては魚も用いられ、味付けも様々である。 日常の食事において供されるほか、お盆や正月、節句や祭りなどの人が多く参集する際の振る舞い、もてなし料理としても供される。こういったことからいわゆるお袋の味の一つとされることも多い。煮汁が残らないように時間をかけてじっくり煮る調理法を煮しめるというが、これが転じてそのように料理されるものを煮しめと称する。煮しめ、煮しめ、お煮しめなどとも言う。 なお、染め物にも、煮しめと言われる技法があるが、こちらは、煮染めと読むことが多く、染色液が残らないほど煮るわけではない。一例として、福井県の郷土料理である、小煮しめを揚げる。冬場はやや日持ちするので、大鍋で多めに作るのが通例。時間が経つと最後には、具が多少を溶けて、汁と絡まってドロドロになる。ご飯の上にかけて食べることもある。厚揚げ。 干し椎茸、人参、こんにゃく、たけのこ、むすんだ昆布、里芋、大根などを煮ても壊れない程度で、サイコロ状に切る。たっぷりのだし汁に具を入れ、味付けに、醤油、砂糖、みりん、酒などで味付けをする。その他、山口県岩国市では、太平という郷土料理が、西目と非常によく似ており、実際一部地域では、西目と呼ぶ地域もある。ありがとうございます。